はい、皆さん、南国神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ルイバリチモノガイドサンサンです。よろしくお願いします。これからチャンゴの方に、お客さんを迎えに行きます。今日もバリで天気がすごくいい天気ですよ。皆さんどうぞ、もしバリの旅行に来たらルイバリカチャタをご利用してください。皆さん、このルイバリチャンネルをよろしくお願いします。この動画を最後まで見てください。はい、皆さん、今日のお迎えのペットさんがホテルではなく、こちらのワルンシサで、お迎えに来ます。今日はマリンスポーツのアクティビティを予定来ます。はい、皆さん、こんにちは。お疲れ様でした。今、ムサドアの方にあるマリンスポーツのところに来ております。こちらのマリンスポーツの名前は、ソーカーバリというのマリンスポーツです。今は、お客さんが、いろいろなアクティビティのマリンスポーツをやりたいです。お楽しみでください。ありがとう。はい、こちらこそトウモロコシ。はい、これはフライボード。これはピピピは。でも焼いたまだやってみて。その残りはバーナーボードだし、これひっくり返るとか楽しい。ひっくり返るから楽しい。落ちないと楽しい。はい、失礼します。もう一人まだトイレが行きます。何をやりたい？パラセリング？他は？フライボード。はい、ジェットスキー。それもすごく自分で運転するからすごく楽しいですよ。はい、これからパラセリングをやります。じゃあ楽しみにくださいね。
Kairi, お疲れ様。マサは一番うまいだって。どうですか？あのチャンピオンかけた。どうですか？パラセリングは？楽しかったですか？あ、よかった。ワイドボードは？オッケー？ワイドボードはできる？ちょっとできた。あ、じゃあできた？ごめん。一回フルジャブして、あったかいから、あの温泉みたいな。そうだ。また来るね。でもいい経験できたね。いい経験できた。また来る。また来るね。最高？マサさん？最高。あ、最高、よかった。マリスポーツのアクティビティをしてからちょっとこあのフルで
泳ぎます。はい、皆さんこんばんは。お疲れ様でした。今日の仕事はもう終わりました。今の仕事はこのお客さんはアクティビティのマリンスポーツがめちゃ大好きです。はい、皆さんこのチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画をまた楽しみください。バイバーイ。